人気お笑いトリオパンサーの尾形貴弘さんが新潟市で一日警察署長を務めました。強いメンタルで投資詐欺の防止を呼びかけました。どうもサンキュー、こんにちは、サンキュー、サンキュー、ね、新潟市の商業施設に制服姿で登場したパンサーの尾形貴弘さん。騙されやすいイメージが強い尾形さんに注意を呼びかけてもらおうと、新潟警察署が一日署長に任命しました。騙されないようにしようね。本当にみんなで助け合ってね、身内にこうね、大丈夫かと声かけ合ってやっていきましょうよ。トークショーでは証券会社から正しい投資についての説明があり、尾形さんは集まった人と交流しました。県内では今年 SNS 型投資詐欺やロマンス詐欺の被害が90件以上発生していて、被害額が11億3000万円を超えています。強いメンタルでね、そうセンチメンタルじゃなくて強いメンタルで、顔が見えなかったら全部詐欺だと思えと、それ大事だと思います。僕は警察は会ったことのない人からの金の話に十分注意し、不安に思ったら警察や証券会社などに相談してほしいとしています。